鹿児島県旗は日本の都道府県の一つ、鹿児島県の旗。本校では旗に図示されている鹿児島県章についても合わせて解説する。デザインは公募によるもので、1967年3月10日に制定された。薩摩半島と大隅半島を円形に図案化し、県の象徴とされる桜島を中央の赤い丸で表している。県旗も 県証をそのまま図示し,したものである。県の地形をデザインした県証は青森県、石川県、静岡県と共通する特徴であるが、鹿児島県証県旗のデザインに対しては、本土部分のみで、離島部の大隅諸島や奄美群島が含まれていないことに対する批判もあり、口述のシンボルマーク及びシンボル旗が制定されて、以降はあまり使用されなくなった。 県議会などから1990年代後半にシンボルマークへ一本化すべきとの意見が出ていたが、県は、県証に愛着を持っている人もいるとして一本化する予定はないという。県では、県証とシンボルマークの用途について、県証は、主に歴史や伝統を重んじる必要がある、県民表彰の表彰状や国民体育大会の形容器などで、また、シンボルマークは、 公用車や観光物、各種案内表示板、職員のネームプレートなどで使われていますとしている。鹿児島県シンボル軌道路の県境を示すカントリーサインでのシンボルマーク1994年3月16日に制定された。アルファベットの K を図案化し、青色で風と波を表し躍動する県の姿をイメージしている。東京都が世紀の時とは別に、 シンボルマークやシンボル機を制定しているのと同様に、鹿児島県でもシンボル機を制定しており、知事が交付する表彰状において、検証を用いずシンボルマークで代替する点も、東京都と共通である。2009年に宇宙飛行士の若田光一が、スペースシャトルディスカバリーに登場した際は、このシンボル機を持参した。ありがとうございます。